検特捜部は6月5日、税理士の笹沢智夫容疑者63を詐欺容疑で逮捕しました。笹沢容疑者は2022年4月から11月、税務顧問契約を結んでいた法律事務所に所属する34人の弁護士から共済金の掛け金名目で約8700万円を騙し取った疑いがあります。被害に遭ったのは森浜田松本法律事務所の弁護士たちとみられます。笹沢容疑者はこの事務所の関連組織 MHM 税理士事務所で顧問税理士として信頼を得ていました。笹沢容疑者は新宿区で笹沢会計事務所を運営し、株式会社セットアップという医療コンサルティング会社を代表していました。しかし同社には2016年以降、ノンバンクやファクタリング会社に対する債権譲渡登記がたびたび設定されており、資金繰りに苦労していたことがうかがえます。笹沢容疑者はまた宝飾品大手長堀の経営権をめぐる騒動にも関与しており、ジェネレーションが提出した大量保有報告書には笹沢容疑者が代表社員を務める SUG 社からの借入金が記されていました。笹沢容疑者の逮捕について読売新聞は弁護士から騙し取った金を自身の借金返済などに充てていたと報じています。また彼は作家の子笹沢佐穂の親族であることも確認されています。森浜田松本法律事務所は税理士の逮捕についてのコメントを控えていますが、今回の事件は税理士と弁護士という専門職の信頼関係を揺るがす異例の詐欺事件として注目されています。